ルクザール総帥。なんだ、私がここにいる間は放っておけと言っておいたはずだ。は、それがガデルグからメッセージが。ご覧ください。元ラース王太子にして現傭兵団頭目ガデルグよりルクザール下級領事へ告げる。今日までの手厚き雇用に深く感謝申し上げる。だが我ら地球人を殲滅せよとの指令を果たすことあたわざるなり。よって通説の極みなれどグロースの庇護下より離脱し、以後は独立傭兵団として活動いたしたくご報告つかまつる。以後戦場にて互いに公敵士として相まみえる日を楽しみにさせていただく。俺ガデルグ、番犬の分際で主に向かって盾を使おうというのか。デルグ殿下、楽しそうですね。いや、残念でたまらぬ。俺のメッセージを聞いたルクザールの顔を見てやれぬのかな。殿下、お人柄が悪くなられましたね。嫌になったか。いいえ、もっと悪い方が好みでございます。そうか、ならば期待しておけ。我ら今日から無法の傭兵団に身を落としたのだからな。そうだろう、ラースの落ち武者たちよ。気がついたのか。ダグか。ここはライフ。NLA だ。お前の BB は機能停止する前に救われた。残念だったな。生身の体じゃなくって。そうか。バグ。俺は。考えるな。今は休め。よ。ダグ、あなたも来てたのね。あの、ラオさんは？治療は一段落したそうだ。よかったら顔を見に行ってやってくれ。ダグ、話したいことがあるの。いいかしら。
私はラオに疑惑を抱いている。残念だけど、それはかなり確信に近づいているわ。彼の提案によって、私たちはあの機体、ウィータを確保した。グロースが手に入れようとして、果たせずにいた機体をね。そしてグロースは、どこに保管されていたかわからないはずのウィータを、やすやすと強奪することに成功した。そして今回、彼の情報に従って、ライフポイントへ赴き、グロースの部隊に待ち伏せされた。ラオ、彼はおそらく。お前さんがどう思ってるんだ。やっぱり疑ってる。そうだとしても、これまでお前さんたちを助けてきたのも事実だ。何か訳があるのなら、俺はそれを聞きたい。あいつの口から。私もよ。